ルーテルはこれを飲まないと出せない。最高ではないか。さあ来い。あれ、ちょっと待って、失敗した。条件ステップが外れた。痛い。あっちに行ったか。まずい、回復しておこう。まずい。うわ、タイミング悪かった。ルーテルさん、あ、優待になってくれないな、あいつ。なんかさっきよりもさっきよりも AI がバカになってる。ほいほい。それ以上そっち行っちゃうとルーテル消えちゃうんだよな。ダメだ、あいつあそこで死んじゃうな、きっと。あ、こっち来てくれる。あ、食らった、マジか。失敗したか。見ないっす、見ないっす、見ないっす。あ、食らった。危なーい。よいしょー。あきゃー、あっ、ね、危ない。おっと、怖い。あ、でルーテルさんいつの間にかいなくなってるやん。いつの間にいなくなったんや。よいしょーん。よいしょー。さあ、そろそろ重力技が来るか。あのでかいやつもう半分いってるもんな。あれのどでかいバージョンは食らったらやべえからな。この無防備に近づいてくるの逆に怖えんだよ。おっとっとっと、よいしょー。ほんとこいつ凍らねえな。凍ってんのか、一応分からんけど、氷結全然効いてない気がするな。あんま連続で攻撃出せてないっていうのもあるけど。ちょっとターゲット切れないで勝手に。怖い怖い、ちょっと警戒してしまった。あと大技使ってこないな。こ
ここだと使えないとか。音は軽いんだけどな、カーンってしか音してないけど吹っ飛ばされる。洞窟内だと楽だった。これ逆に広い方が楽なんだけど。これはチャンスだ。ほい、オッケー。お、また来た。いいぞいいぞ。よいしょー、もう一発、オッケー。あ、走り抜けちゃうから追いかけるのは大変だった。おお、なんかいっぱいもらえた。無色の炭石の55と普通の炭石6、あと扇の重力石だね、あと塊の重力石。